Und willkommen zurück zu Yakuza 6. ありがとうございました。 いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 鍵が。 もしもし。 兄貴、 南雲ですわ。 どうした。 遺書が事務所に、 雄太の遺書が事務所に置いてあった。 何？ ゴミ箱に入っとったもんで 気づかなかったんじゃ。 兄貴、 ロート差し違えて。 後で。 逃げろ逃げろ。くそ。ユータ。
现在店里，别让日本黑帮进来！你来我就杀了你！怎么的？躲开！その程度で。
ローもここにいるんだな。あのガキが火をつけたんだぞ。ユータはさっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。たくましくなったもんでしょう。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、ローと俺が死にさえすればもうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよなあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの。舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た。だから言ったじゃないの、あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトの子供すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。
頭使うのは苦手でね俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。俺らの心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる？もう誰にも狙われなくなりますよ俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょ。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか？だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ！お前を死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。言うて！でいや！うわ！全部！Ein Edienserkampf dann ausgeht, erfordert ihr nächstes Mal.